打ちました。デラクルス、アウト。ワンアウトはデラクルス。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあまず1球目、インコース決まっています。これが2球目、ボールになります。あー、ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低めは外れました。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入ります、入りました、ホームラン。先制ホームランです。ジャイアンツ初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。低めでしたがしっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0。ストライクを取りに行ったところを打たれてしまいましたね。はい、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。このゲームホームランで幕を開けました。7イニングをとにかく投げるということが重要になってくる。アウトコース打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。そうですよね。はい、打ちました、ショート取った、ツーアウト。ランナーはトップに帰ってデラックス。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インハイ決まっています。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだ、どうだ、レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。しっかりと抑えたいですね。うん、なるほど、打ちました、吉川が抑えています。ワンアウト、セカンドランナー飛び出している、二塁送球アウト、ダブルプレー。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスにはデラックス入っています。さあ2アウトながら追加点のチャンスです。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。これはよく見ました。これは手が出ないか、打った、高く上がった、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、これはどうだ、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。打順は1番に帰ります。バッターデラクルス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。ええ、打点を上げてチームを勝ってるんだ。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで4打席連続